ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、絶対に見逃すな、突然やってきた期間限定の UFO 出現イベントとなります。なんと2021年の UFO 出現というのは今までとちょっと違い、毎日場所が更新されるようです。で、10月の15日から次の木曜日のクイックアップデートまでに毎日指定の時間に UFO が指定の場所に出現するということで、10月の15日1のところですね、左上のところにまず出てきます。で、次に2の方で北の方で、3で山の上で、4で東側で、5で今度は、村のところあたりですね。で、続いて最後右下に6っていう風になってますので、これが毎日同じ UFO かどうかは分かりませんけれども、まず1日目のねところ行ってみたいと思います。またこれがねどこのねタイミング何時にね更新されるかっていうのはちょっと把握できていませんので、おそらくデイリーチャレンジが更新されるね15時ぐらいに更新されるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ確実な情報が分かったらねコメントの方とかにね、分かるようにしていきます。なのでとりあえず1日目は1というところになってますので、実際に行ってみたいと思います。で、この情報源なんですけれども、よく GTA のね情報をリークしているテッツ氏、そしてワイルドブリック氏によるリークとなっています。去年の UFO 出現は軍事基地に、ビジネスバトルとしてね出現したものでした。今回チャレンジして3回ぐらいね出くわすことができたので、その時ね見れたね、条件っていうかね、こうやったら見れたよっていうのをちょっと案内してます。まず招待限定セッションから移動しました。で、結構北の方にあるね今日出現するというところの近くのアパートを、購入しといたんですけれども、で時間もちょうど10時です。で外に出ました。で招待限定セッション1人の状態ですね。で外を確認、ちょうどここのアパートだと今日出現する場所っていうのはすぐ見えるんですけども、まあ今のところね何もないかなっていう感じです。まあ一応近づいてみるとなんか出るんじゃないかなっていうことで、プレッサーマーク2とかでねちょっと近づいてみます。今日出現っていうのはこことなってます。なのでここに移動してみたいと思いますね。では現場の方に行きます。でもう今のところね見えていないので、まあ近づいてもね何も起こんないかなっていう感じでした。なのでとりあえず公開セッション行ってみたいと思います。他のプレイヤーがもしかしたら必要なのかもしれないので、公開セッションで何人もいるようなところ行きました。で同じアパート出現ですね。でまた外に出てね確認したいと思います。時間は夜の10時から、深夜の3時までですね。では外出て確認します。で、大体このアパートだと外出た瞬間にね本当に UFO が出現していればすぐ分かります。というわけでもうね出てますね。去年のハロウィンアップデートの時に出ていたビジネスバトルの UFO とはちょっと違うやつっぽいですね。昔のやつっていう感じですね。去年のやつはもうちょっとゴツゴツして真っ黒くて、で近づこうと思っても、実際ね飛ぶことができない、歩いてでしか入れないような場所だったので、で、触ることができないっていう感じでしたね。であれはビジネスバトルというね何人もいるっていう条件のもと出現するっていうものでした。で下にあるねアイテムを回収すると若干お金がね増えるよっていうイベントだったんですけども、今回ねどうなるのかちょっと実際に近づいてみたいと思います。で公開セッションでやはり他のプレイヤーもおそらくこの UFO を眺めてるのかなっていう感じで、一定の距離をね離れた状態でねプレイヤー何人かいましたね。では実際バザードで近づいてみたいと思います。でちょっとこれもね打ち込めるのかとかねちょっと確かめてみたいし、下に行くとね吸い込まれたりするのかっていうのもちょっと試してみたいなと思います。でだいたいこの辺りですね近づいてみるとちょっとね変化が起きるかもしれません。この辺りでロックスタイデター取るならね取っといた方がいいと思います。今のところ近づけてます。でこの辺りに来ると若干おかしな動きになり、雷がバーンってなって UFO が消えると、しかも今乗っていた乗り物ですね R2 がね一瞬効かなくなったり動けなくなったりします。このようにねちょっと一定時間動けない状態でした。で多分おそらくこのセッションだともう出ないんじゃないかなっていうことなので、じゃあ次の新しいセッションにね招待限定セッションではなく公開セッションに移動したいと思います。
で移動した先でまた出るのかどうか、まあ、時間もね10時から3時までの間なのでまだ見れる可能性はあります。で外に出ます。で新しいセッションを検索で、これねたまたまかもしれませんが公開セッションソロのセッションになっちゃってました。なのでねなぜかね、いない状態、 UFO ない状態でした。なのでまあ急いでね新しいセッション移動します。で次のセッションプレイヤーは、自分を含めて2人のセッションになってました。で UFO また出現してます。なのでちょっとね実際スナイパーちょっと撃ってみたいと思います。これ当たる距離なのかどうかすらちょっと分かんないんですけど、一応撃ってみてね爆発するような感じですね。一応当たり判定があるのかな。なのでちょっとオプレッサーマーク2で近づいてみてミサイル撃ち込んでみたいと思います。これちょっと不思議な感じですね。去年のやつだったら全然当たり判定がないみたいな感じだったと思うんですけど、まあ今年はどうなのかな。で実際近づいてみます。時間もまだあります。この辺りからミサイルでちょっと撃ってみます。ちょっとね下手くそだったから当たんないかなっていう感じで、この辺り来たら急に動けなくなりました。しかも視点もねグワーンとねなんか急に止まっちゃうんで視点がグワーンと動いちゃう感じです。でピカピカって光って UFO は消える。しかも R2 効かない、このブーストだけできる状態でした。でこの辺りも R2 効かないんでブーストで動かしました。まあこういった感じでね乗り物が一定時間おかしくなるような感じなのかなと思います。ではじゃあねもっと近づいた状態でこの真下でね出現位置最後の位置にしてまた、公開セッション移動してみたいと思います。もしかしたらもう真下にね出現できるかもしれないんでね。で新しいセッション検索です。で移動しました。でこれ一人のセッションだったんでこれ UFO いない状態ですね。なのでもう一回セッション移動しました。これ何人かプレイヤーいます。でここで最後 UFO は一瞬見ることができました。おそらく自分が近づいてたせいか雷がガカーンとなって UFO は消えました。というわけでまあ招待限定セッションの一人だともしかしたら見れないのかもしれません。まあ詳しいね条件などはまだよく分かっていないので、まあ、条件何かねヒント分かり次第またねぜひコメントなどください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Smoke weed every day.